皆さんこんこにちは今日は中国の経済の特色について見ていくことにしたいと思います。ね、そしてこの中国ですがこちら見てください。世界で一番人口が多い、ね、14億という人口。こいつを要する世界最大の人口国でした。さらに面積は世界で4番目に広大な面積こいつを持ってた。 なだから中国の経済はどうなるんですかそこのところをきちっと理論整然と説明することができるようになるように気はしていきましょう <music> では中国の鉱工業の特色これを具体的に見ていくことにしたいと思いますがこちら、ね、見てください先ほどお話ししましたように中国は世界では最も人口が多かった。 さら、ね、に世界で4番目に面積こいつがでかかった、ねえーえーえー、わけですそれはすなわち、えーえー、人口が多くて安価豊富な労働力を持っているということを意味するし面積はロシアカナダアメリカ合衆国に次いで4番目の広い、まあ、アメリカ合衆国とほぼ等しい面積こいつを持っている。だからどうロシアやカナダやアメリカ合衆国同様中国はそう資源大国。 豊富な資源の産出、えー、こいつに恵まれた国であるということを意味するわけです。実際データを見ましょう。ね、一番左端が石炭、えー、真ん中が銀油、えー、右端が鉄鉱石、いの近年の産出上位国の名称と、えーえー、世界全体の産出量に占めるシェを示したデータね、えー、で、えー、あるわけですが。 ねえー、石炭見てみると中国が第一位ですちなみに中国は世界の石炭酸素量の56.5%半分余りをもう独占する、えー、こんな状態になってるし、ね、鉄鉱石も第1位、ねえー、です、ね、鉄鉱石は28.3%、ねえー、ですこいつを占めてる、ね、石油は4位、ねえー、です5.6%を占める。 ね、ええアメリカが衆国、ね、えでえありますとかロシア、ねえー、などと並ぶうそう資源大国、ねえー、になってると言ってることこのデータからできてくるよね。だから当然どうえ豊富な資源と安価かつ豊富な労働力うがありゃあそりゃ非常に非常に え中国の鉱工,工業はえ活発、えー、にええ生産活動こいつを行ってくることに。 ええー、なってるねええー、はずであるということができるねえそして実際そのおまあ、理屈通りに理論通りになっているのかという部分を続けてちょっと考えたことにしましょうねそうそしてその前にねまず大事なポイントねえー、ですねえ中国は豊富なエネルギー鉱山資源や労働力に恵まれている 国だということをしっかり頭の中にインプットをしておくようにしてください。さあ,あそして、えー、労働力が豊富、ね、そして、えー、資源が豊富な中国の鉱工業なんですが実を言うと、はい、1970年代のお終わり、ねえー、までです。 実はいいまちパッと,しなかったんですというのはあ建国来中国はこの時期まで自力更生これをスローガンにしてた読んで字の通り自分たちの力でこの国中華人民共和国を良い国豊かな国こいつにしよう、ね、ということで、ねえーね、まあ自給的ない,いな えー、色彩の強い航工業これを展開したわけです要するに自分たちが必要なあ工業製品を自国の国土から産出されるエネルギー・鉱産資源こいつを利用して自国の労働力うが生産することをやりゃい、まあ、自給自足的経済、ねえー、なんて言っていいかもしれませんこいつを展開していた、ねえー、だから全く航工業が発達しなかったわけじゃないんですよ でただあ行われたのは、ねえー、そうです、ねえーえー、自国の資源を利用する、ね、原料産地立地型の工業、えー、これがあ70年代の終わりまでは中心だったんです、はいえー。面積大国である故に資源大国である中国の国土には石油石炭鉄鉱石 あたりの産地が、あこれ分布することになっているわけですね。石油はわりとこう北の方、ね、A、の地域に多い。南の方はあんまり、ね A、ない。ねで A、石炭、ね A、は国土の東の方、ね A、に豊富に分布する。ね A、鉄鉱石はあ国土の東の方に、ね。 でと、ね、えその産産地がまあ在するこ、ねね、こういうい状状態状況、ね、え高質になっててたでこれらを,を利用して、ね、例えば業、ね、え製鉄業ですえ鉄がないと鉄道を建設することができない船作れないビルも建たない。 ねえーけねえー、だから鉄はあ長い間産業の米、ねえー、なんて言われてきたわけですけどもこいつの生産を行う、えー、製鉄業鉄鋼業が、ねえーあのー、そうまず重工業化の初めの一歩を礎として、ねえーえー、これ、えー、展開されてきたわけですけどもどこで展開されたかというと、ね、そうです、まあ、三大鉄鋼基地ともわれる東北のアンシャン。 内モンゴルのパオ島そして渦中のウーハンであるわけですけども図の上で確認しましょうアンシャンっていうのは東北のここですパオ島はモンゴルとの国境に近い内モンゴル地区のここそしてアンシャンとパオ島そして残ったウーハンっていうのは長江の中華流域ここです。 ね、そう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 黒い三角で示された鉄鉱石の産地、ねえー、アンシャンパイウンオーポタイエ、えー、という場所がある、えー、だけじゃない近くに石炭の産地風春タ,ンンタートンピンシャン、えー、こういう丹田があっただからあこの石炭と、えー、鉄鉱石を使って、えー、鉄の生産 えー、こうつが行われてき、えー、ていた、えー、わけですが、ねえー、70年代の終わりまでの中国の公共っていうのは、まあ、この程度だったんです、ね、今日のように、ね、コンピューターを中国はバンバン作る、ね、医療品あたりをバンバン作るそれを世界市場に向けて供給する。 輸出するほんのことはもうほとんど行われてなかったな,えなぜかこちら確認しましょうええ70年代終わりまでは社会主義計画経済体制のもとで、ねえまあ、あ自分たちが必要な工業製品を自国の資源自国の労働力を使って生産するという。 ね、え時給的なあ工業生産、えー、が行われてきたからそれ以外が行われてなかったからだ、ね、えということ、ね、なのです、ね、今日とお70年代増すまでの中国のお経済の特色高工,工業の特色っていうのは大きく異なるものであった、ね、ということを一つえしっかり頭の中に入れておいてください。 さあそして今度は1970年代の終わり以降中国はどうなったかということですけどもちょっと見てくださいえ70年代の終わりに改革開放という政策これはあ当時の中国の指導者鄧小平、ね、によって打ち出されてきたわけですけども改革変えるわけです開放オープンするわけです何をか、ねえー。というと、ねえー、まず、えー、経済体制 えこれをお変えようというわけです。ね、従来の社会主義ねええ、計画経済体制、えー、えこいつうをやめて市場経済体制への移行ねええ、こいつを進めよう。ね、さらに何を開いたか文句ですよねええ。従来の ねえーね、まあ自力更生自分たちのえ力でええこの国を豊かにするこの国の経済発展を図るのはやめようえ他人すなわち外国の力も借りようじゃねえか。ね、えということでえ外国資本の導入。 こいつをそれまで認めてなかったのを認めようドアを開こう門戸を開こうということこれが改革開放政策でありましてその結果はい見てください農業面ではそれまで人民公社を単位とすする集団性農業です要するに各農民にいつどんな農作物をどれだけ栽培生産するしない決定権はなかったんです。 国の立てた生産計画来年は小麦はこれだけ必要だだからえあの地域はこれだけ作れこの地域はそれだけ作れという割り振りが来て農民はそのノルマを達成することさえすればいい、ねえーえー、単に農民をまあ単なる生産マシン、ねえー、として使うようなやり方、ねえー、これが人民公社を単位とする集団性農業だったんだけどもそれが廃された。そして 放ですよ各農民にいつどんな農作物をどれだけ作る作らない決定権こいつを与えるうやり方に変わった非、ねえー、工業生産活動は国営企業は独占してた、えー、それを変えたわけです。非国営企業は工業生産、えー、に参入することができるうようにした、ね、その過程で、えー、外国企業がやってくることもおこれ、えー、ウェルカム。 結果どうなったか特に工業生産面では、ね、経済特区経済技術開発区、ね、という名前で呼ばれる詳しくは、ねえーえー、次回の講義で、えー、話をしたいと思いますけども、ねえー、外国、えー、資本の進出。

ねえ,え、そこにまあ、日本欧米先進国を中心とする企業を誘致したら日本欧米先進国の企業はこぞって中国に進出したなんで豊富な資源があるわけです工業原料となるエネルギー資源鉱物資源があるわけですさらに安価豊富な労働力があるだからどう中国では安く物を作り その安さを武器に作った製品を世界の市場に輸出するることができる、ねえーえー、そして中国はその結果自分たちの力では実現できなかった、えー、輸出志向工業化外国資本の力を借りて、えー、達成することができるようになってきた。 そして、えーえー、今日、ねえー、のように、ね、そうお「世界の工場」おというお呼び名が使われますがそうおメイド・イン・チャイナ中国製の衣料品、えー、電機械、えー、ナノなどさまざまな工業製品が世界の市場に供給され世界の人々の豊かな暮らしを支える。 こういう状況これが作り出されてくることになっているその過程で中国が大きくこれ経済発展これを遂げることに成功してくることになったってわけですですからはいこちら見てくださいねえ1970年代の終わりをきっかけとしてそれまで 低調だった中国の鉱工業、ねえーですねえー、こいつが、ねえーえー、改革開放の影響で市場経済化、外資導入、これを推進した結果、輸出志向型工業化、えー、こいつを遂げ、えーね、そう、大発展。 えー、を遂げてくるね。ええこういう状況になってきた。ね。こんな形で70年代の終わりいいですねえ。この時期を境に中国の経済、え農業を高工業、こいつが大きく変わることになりました。とっても大事なポイントです。ね。今日はまずそこのところをしっかり頭の中に入れてください。 ね、そして次回の講義で変わったからどうなったのか、ね、この鈴木、A、はあ勉強することにしましょうとりあえずまず70年代の終わりを境にそれまでとそれ以降大きく変身することに中国経済がなった、えー、という大きな流れを理解してほしいと思います。 さあそれではこれまで、えー、学んできたあ中国の経済の大きな流れをお練習問題で確認しておきたいと思いますけれどもこちらですね、えー、空欄補充ですけれどもおあっという間にできちゃいますね、えー、中国の経済成長は1970年代末の一政策改革開放政策ですけれども中黒 おーですね、えこいつを入れても入れなくてもどっちでもいい改革開放と漢字4文字で書いてもいいし中狂いで5マス使って書いてもいい,どっちで,もい,いですえ。こいつを景気に始まり特に2、ねえーですね、経済特区や経済え技術開発区。 を中心に外国資本いや安価な豊富な労働力安価かつ豊富な労働力による工業生産が活発化して現在近年「3」と呼ばれる「3」は「世界の工場」えー、と呼ばれる、えー、という形で世界の工場を答えればいいこんな格好になるわけです。 さあこんな形で今日の講義のまとめ、ね、70年代の終わりです、えー、この時期の改革開放政策で大きく変わった中国経済は、ねえー、ということ、ねえー、特に輸出志向型工業化これが発展し世界の工場と言われるレベルにまで、えー、経済が大発展した。 え世界的な経済大国の一員としての地位を構築することになったというところをしっかりまず押さえておきましょう。